はい、こんにちは。今日見つけたウォッチフェイスはランナーウォッチフェイスですねえ。こちら無料で入れることができます。非常にね、え無料の割にはあデザインも良いし、いろんな多機能なあ機能がありますのでご紹介していきたいと思います。こちらですね、検索は Google プレイからランナーウォッチフェイスをご紹介したいと思います。まあ、どういったことができるかというと、まあ、 まずね、入れたんで、ウェア OS から今、こちらの、はい、これインフィニティですね。ちょっと待ってください、ね。ランナーウォッチフェイスを開いて、これですね。はい。で、これの設定画面を開きたいと思います。 はい。こんな感じで多機能なものですね。早速やっていきたいと思います。今、現在表示しております。14時44分と。まあ、24時間表示と8時間表示ができます。で、えー、今日の土曜日、11月10日というふうに、これも設定でね、順番を変えることができます。で、ここ、今日の天気とかは、ここ、クリックしてもらうと、タッチしてもらうと、はい。えー、天気の傾向がこんな風に出ますね。 はい、こんな感じで、はい、晴れてますよね。で、日、月、火、水の最高気温と最低気温が、はい、こういうふうに出ます。で、これで戻ります。で、これのすごいところはね、さらにこれでステップ数が、火、水、木、金、土、はい、今日まだ赤ですよね、かなり動いてないんでね、今からちょっとジョギングに行こうかなと。 夕方頃行こうかなと思っております。こんな感じでステップ数がこういうふうに減っております。昨日に比べて今日土曜日全然全く今日は外に出てませんのでこんな感じですね。歩数が。これから夕方に向かってちょっとジョギングっていうかウォーキングしていこうかなと思っております。そういったウォーキングやジョギングされる方にはぴったりのウォッチフェイスとなります。さらにね、これ,、ね、これは心拍数ですね。 Google Fit と同期できます。それはまあセッティングからできますので、はい。これぐーっと全部ほとんどチェック入れてもらって、はい、えー。ここ赤、レッドの部分はここで変えることができますね。これをグリーンにすることもできるし、青にすることもできると。はい。これで色が変えることができますので、お好きなお好みの色に変えてください。はい。で、こう、これ無料ですよ。 でずっと言って Google フィット、ここに書いてある Google フィットと連動しますので、はいえー、これで、まあ、フィットと連動してください。すると、ここにフィットと Google フィットと連動してこう個数とかこういうのが心拍数とかが出るようになりますので、まあ、その詳しい説明すると長くなりますので、 この,この設定画面から全てがすることができます。他にどういうことができるかというと、まあ、こちら、まあ、時計側のバッテリー残量と、はい、スマホ側です。スマホ側のバッテリー残量。で、この赤い四角い点をクリックすると、はい、えこんな感じで、これも、こちらの設定からね、このアイコンを変えることができます。これタイマーですね。 これタイマーをクリックしてもらうと、まあ、時間かかりますけど連動してタイマーに変わるといったものです。はい。で、えー、これがマップですね、えー。マップで立ち上がります。Google マップが立ち上がります。はい。これ見せられませんので、ちょっとマップは、はいえー、自分の位置がわかるんで、はい。マップが今立ち上がりました。で、これが心拍数ですね。 今日測ってないんで何も出てないんですけど、心拍数のグラフが出るようになります。で、これがストップウォッチですね。これはカスタマイズすることができます。はい、ストップウォッチです。で、戻るです。で、さらにこれで戻るです。はい。このアイコンは自由に選ぶことがこの中からできます。ここですね。四角いとこをタッチしてもらえば、はい。で、このアイコンはお好きな、いつも使うやつを出せるようになります。 で、これで戻ります。はい、こんな感じで心拍数とかも、はい、今ちょっとできませんけど、はい、レートがここで自分の心拍数を測ることができます。はい。まあ、天気予報が見れて、各設定が、はい、見れますね。これから飛べるといった便利なもので、すぐ反応もいいですね。 はい。で、このステップ数を見ると、1週間分のステップがこういうふうに出るといったものです。もう一度大きく見せましょうか。はい。ちょっと正面を落とし気味にして、ちょっと反射してますね。はい。こんな感じで、まあ、ステップのところを押してもらうと、はい。ステップ数が出ると。で、これで戻って、これで、はい。いろんなアイコンはお好みに応じて、 設定の方から変えることができます。これで戻るです。はい。×で戻るです。はい。で、天気がここですね。タッチしてもらうと、はい。天気がこういうふうに出てきますね。はい。 こんな感じです。はい。これが本当の色ですね。今明るすぎたんで絞り、絞りましたね。こんな感じで見えます。はい。えー、そういったわけでウォッチフェイス。今日をご紹介したのは無料版で入れることができる、まあ、ジョギングやウォーキングやらされる方にはぴったりのものです。色が変えれますんでね。ちょっとやってみましょうか、最後に。色変えますよ。グリーン系。はい。 これでアクセプトで、はい、グリーン系に変わると思いますね。はい、えー、グリーンに変わりましたね。で、これで戻って、はい、グリーンに色が変わりました。お好きな色にね、えー、変えることができますので、まあ、季節に応じて、暖かい色から、こう、緑濃い色まで、自由に、この、秒をね、えー、変えることができます。 アンビエンスモードになるときはこっちですよ。どっちも合わせたいときは同じ色にしましょう。はい。そういったわけで、今日ご紹介したのは、無料の、まあ、ウォッチフェイスですね。えー、ランナーウォッチフェイスというやつ、無料です。えー、リンク貼っときますので、ぜひ入れてみてはいかがでしょうか。これは便利です。また、省電力であまり食いませんね。 はい。そういったわけで今日、ラン、ランナーウォッチフェイスをご紹介しました。では、またいいのがあったらご紹介したいと思います。では、またです。さよなら。